トヨタが好きである。雰囲気も明るいですし、みんな選手も意識高いし、何よりすごい移籍してきてウェルカムしてくれたので、すごいなんか馴染みやすかったし、緊張感もなく毎日みんなと一緒に楽しくバスケットできてるのがすごい嬉しいです。トヨタのバスケットって難しい、戦術として難しいなと思うんですけど、今日練習見てたら結構もう理解できてる。外から見てたら分かるけど、コートの中に入ってみたらちょっとあたふたしちゃって分かんないところはまだ全然多いので、そこをもっと早く吸収して慣れていきたいなと思ってます。最初来た時よりかはなんか自信持ってここはいけるとか勝てるなって思うところは増えてきたんですけど、やっぱまだみんなに引っ張られて入れてもらってる感じなので、そこももっと積極的にできるようにしていきたいです。いやー、これ見てたらもうすぐパレイ選手友達になりたいと思いましたよ。可愛いですよね。ねえ、そんななんかネガティブに向こうは友達と思ってくれてるかわからないなんて、いや、絶対みんな友達になりたいと思う。そんなキャラクターですよね。はい、この写真もいい感じな、キャラクターが出てますね。いやー、でも三好さん言ってたようにチームへの溶け込みっていうのがやっぱ早いって練習見て感じたわけですね。はい、結構こう、トヨタのバスケットボールのディフェンスのところってルールが多くて難しい部分ではあるんですけれども、はい、そこを結構こう普通にやりこなしていたので、そういった意味では理解が早いなというふうには感じました。そこ心強いですね。はい、それで持ち前の明るいキャラクターが、もともと明るいアンテロープスにさらにこう明るい人入ってきて、もう収拾つかなくなりそうですね。